皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールが今日もマリオメーカーをお届けしていきたいと思います。今回遊んでいくコースはですね、トラウマ界の草パナさんという方に、この人のコースはすごい面白いからぜひやってみてと言われておすすめされた方のいろんなコースをやっていきたいと思います。まずはこちらからワンワンを使ったコースですね。クリア率 3.8%、 ベストクリアタイム1分41秒、こちらのコースに挑戦していきたいと思います。お名前なんて読むんでしょうね、この方。ちょっと読めないんですけれど、ワンワンの上をスピンジャンプでうまいこと乗り継いでいけよっていうコースになってるのかな。結構それって難しくない？あの土管、あ、キノコか。キノコが出てくれるのはありがたい。ワンワンのタイミング見て、ここら辺です。オッケー。なんかちょっと思ってたタイミングとはずれちゃったけど、まあいいでしょう。ここは右だね。あ、またキノコ補充がある。キノコの補充があるのはありがたいけど、ここはとりあえず高めであのワンワンの頭に乗るか。はい、あ、なるほど。壁キックを使って連続ワンワン乗り。難易度上がってきたわ。これは上をこうていけばいいのかな。怖い怖い怖い。うわーうわお、当たったー。ゴリ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 は大正義。うん、私の大好きな実況者さん、あ、イチャップが隠れてあった。ゆいちゃんっていう人の実況が私大好きなんですけどね、その人がコメント欄に書いてくれたんですよ。ゴリゴリは大正義。まさにその通り。ここは、登れる？お、あ、うまく乗っていけるんだ。すごい面白い。前が見えないからすごい怖かったけど、右に行けって書いてありますね。右に行きますよ。怖いね、これだけワンワンに見られてると。タイミング、タイミング。よし。あ、当たった、当たったらゴリゴリゴリ。ゴリゴリは大正義らしい。バイ、ゆいちゃん。こっち、あ、これキノコかな、また。ありがとう。これだけたくさんキノコが出てきてくれると、ゴリゴリもできて助かるわ。あ、ここは、ワンワンのタイミングつかむの難しくない？届かない？あ、届いちゃった。これでいいのかな？いいんですよね、多分ね。うん。あー、ダメかな。本当はやっぱりワンワンを使って壁キックでいってほしかったのかもしれない。ここら辺です。はい。もう一個上、届いた。これは最初のエリアの最後のゲミックと同じなのかな。いいですね。中間ポイント2個目。ということはまだキックを続くということでもある。あれ？でもここ一回来たような気がするけど、別のところなのかな。あれ、なんか似たような感じの別のところ、それとも同じと、あ、違う、やっぱり別のところだ。さっきは羽なんかついてなかったからね。ここはさっきみたいなズルはできなそうだ。待って待って、タイミング見て、ワンワンの空気を読めない。ワンワンと私相性が悪いんですよね。この辺です。あ、惜しいな。惜しかったか今の。結構ここら辺でやられる人多そうじゃないですか。タイミングが合わないといつまで経ってもいけない。今の壁まで届いてたけど、その後がやり方が全然わからなかったな。ここは成功するまでカット。ダメだ。あ、登れた。やっと登れた。ここ最難関でしょう、このコースの。というか、そうであってください。お願いします。という個人的な願望なんだけど、これは上だね。オッケー。うわお。壁キックか。はい。こうだね。はい。なるほど。わかった。やることはわかった。クリアできるとは言ってないけど、やることはわかった。あは。厳しいぞ、ここも。さっきのところもきつかったけど、それ以上だわ。キノコがいくらででも出てきてくれるのがせめてもの救いだけど、そのキノコを取る前にやられてしまうことも十分にあり得る。しかも残り200秒しかない。タイムも間に合うのかな。ほい、ここら辺です。あー、落ちた。きっとあと1匹2匹乗り継げればいけるんだろう。いくぜ。見てろよ、くるくるくるの底力。よいしょ、オッケー。ゴール発見、ゴール発見。やっぱり最後のがラスト1匹だった。
意地でもクリアしてみんなに俺のことすげえって言わせてやるよ。でもあのまま踏めないんだけど、一回も踏めないんだけど、変な動きしてるな。クールも変な動きしてるけど、このワンワンも変な動きだわ。踏めない、今の踏めたと思った。よいしょ、もうちょっとだ。でも頑張ってくれい、マリオ。マリオと俺の指両方頑張ってくれないとクリアできないからね。もうちょっと左だな、左側で待機。上下移動のタイミングを狙おう。左右移動のタイミングが難しい。ほい、ここら辺。オッケー、てっぺんには届かなかったけど、ゴールできればもう満タイでしょう。やっと一コース目クリアすることができたね。結構きついよ、でも面白いね。さすがおすすめコース、ありがとうございます。ワンワンコース、ありがとうございます。2ということで、1の方もあるので、もしよろしかったら遊んでみてください。はい、お次はこちらのコースを遊んでみたいと思います。マリオ3のコースから、スーパーマリオ VS メカゴジラ。こちらのコース、メカゴジラ、メカボジラ、クッパゴジラ的なコースを遊んでいきたいと思います。ごめんなさい、くしゃみ出ちゃった。あー、情けない。そして地響きとともに奴は消えていった。この先はですよね、恐れる恐れる。このコース何回かね、いろんな方の動画で見たことあるような気がする。何回かいろんな方の動画って日本語変かな、何回か見たことある気がする。いつかはやってみたいなと思ったんだけど、誰のコースだか思い出せなくてできなかったんだよね。クソバナさんのおかげで遊ぶことができております。でも確か難易度高いんじゃなかったっけ。クリア率も 1. 何パーセントだったっていうか、この作り込みがすごいね。浅川さんじゃなくて高太郎さんだったらこういうコースも作れるのかな。落ちてくれい、落ちた。ここで耐えろ。はい、耐えるよ耐えるよ。はいはい、攻撃激しいですから危ない。ギリ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 。中間ポイントはまだですかい、中間ポイントはまだですかい。これは左でいいのかな。てかなんで中間ポイントがないの。許さんぞ、ドッキー。あ、当たった。なんでそんなところで当たるの。せっかくの大きいマリオの状態だったのに。畜生め、頼むから中間ポイントをください。そしてハッピースイッチを発見。踏むよ、本当に踏むよ、踏んだよ。あ、上に戻れ。マジかい、最初からやり直しかい。はい、やっとこちらのエリアまで戻ってくることができました。今度はもう変なガリガリなんかに当たって無駄なダメージを食らわないように十分気をつけていきたいとは思うんだけど、危ない危ない、結構あのガリガリ当たりそうだわ。はい、お邪魔します。どうすればいいんだっけ。フィースイッチを踏んだら戻るでいいんだよね。はい、 OK、 思い出した。まずここでぐるっと一回転しなくてもいけることはいけるんだけど、安全のため踏んでおく。で、こっちでしょ、戻ればいいんだよね。お邪魔します。こっちは、はい、あ、待って待って、ここはキラーの砲台が落ちるのを待つのかな。落ちたね。はい、ここでいいんでしょう。こっちです、やったぜ。初見じゃちょっと分からなかった。やった、中間ポイントありがとうございます。大好き。あれは新しいニュークッパクラウンだよね、新マシン登場。やっぱりね、レースものの漫画で盛り上がるのは新マシン、ニューマシンを手に入れるところですからね。これはこっちでいいのかな。だんだん攻撃がきつくなってきたよ。っていうか左側に行った方が良さそうな気がしてきた。もう右側は避け場がないでしょ。っていうか今の時点でなくなってるからこっちに来ておいてやっぱり良かったね。落ちた。あ、クッパジュニアうまく落とせたと思ったけどこっちも当たっちゃった。集中できなかった。そしてチビマリオでのリスタート。早めに右側じゃなくて左側に行っちゃおうかな。どうせ行かなきゃいけないんだったらね。ここら辺
避けられる？このワンワンの攻撃。今日はやたらとワンワンと縁がある日だな。この人の作るコースはワンワンが好きなのかなって、今なんでジャンプした？くるくるくる。左側にうまくすり抜けてこられたかな。小型犬だとね、抱っこしたら潰れちゃいそうっていう感覚があって、それが苦手。よし、落としてやったけど、危ない危ない、また変なファイヤーに当たるところだった。ここで右側に行ける？はい、来たぞ。ここは下には降りられないね。土管にお邪魔します。この先で待っているのはなんだ、またボス戦でもあるのかなと思ったけど、そういうわけでもないのかな。あ、ダメージ食らっちゃった。本当にどうでもいい無駄なところで今日はダメージを食らっていく。くるくるくる、まあいつものことかな。今度はどんな動きをすればいいんだ。はい、こっち。助かった、奇跡的に助かった。で、ここはチビマリオになって進んでいけよと。了解、 OK、 分かりました。これが最後の中間ポイントだよね。何ですかこいつらは。空を飛ぶ、空を飛ぶ、なんとかが空を飛ぶ。なんだっけあの曲、忘れちゃったわ。まあいいや、とりあえず今大事なのは敵の猛攻を避けきること。このコースクリアチェックでノーミスで突破できたのはすごいな。この、あー、下の扱い結構苦手なんだよ。お邪魔します。早く伝えてくれ。もう1秒でも早くツタに捕まりたい。マリオを助けてくれ。さっきここら辺で無駄な動きをして落ちちゃったんで、1回ファイヤーをしっかり2回やり過ごして。今の見ました？このギリギリの隙間抜け、偶然でございます。怖いよ。こいつはキノコかなんか出てくんじゃないの？違うの？あそこでクッパを待機させるってことか。で、入るよ。いいんだよね。お邪魔します。キノコ発見！ありがとう。ありがとうって言ってもまたすぐにやられちゃいそうな気がするんだけど、なんだこの暴れ狂っているクッパは。あー！こっち？はい。なるほど、こうやってどんどん当てていけよと。クッパー七光の炎を避けながらね。っていうか上のノコノコを踏むだけでダメージ食らってるぐらいなんだけど、大丈夫本当に。怖いよ、畜生、難しいぞ。っていうかここまで来るにはまた伝えりを抜けてこないといけないのか。さて4回目のクッパチャレンジ、今度こそ目に物を見せてやるぜってなんか意気込みだけは毎回いいんだけど、全然削れてない。この辺、はい、オッケー。投げ込む隙間が狭いんで、よくよく見ていかないと返り討ちに合ってますからね。さっきからこっちがここ、あーほら狭いんだって。でこの周りのトゲもいやらしいほど難易度が高い。これ下からキノコ出てきてくれてもいいんじゃよとか言いたくなるぐらいですよねえ。ノコノコ復活して、縮小。普段はノコノコにはなかなか復活しないでほしいんだけど、今だけは早く復活してほしいわ。来た来た来た、はい、上に行くぜ。これで何発だっけ、もう忘れちゃったよ。次次、左側左側左側にあれが来るはず、床が。倒せた。あとは安全に降りて。結構ダメージ高かったんだねこの赤い甲羅、ありがとうございます。落ち着いて落ち着いて、ここでミスったらもう笑えないぞ。キーンコン、上には登れない。扉入る？入るよ、本当に入るよ。よかった、繋がってるだけだった。変なところ行ったらどうしようと思った。無事に七光から街を守ることができました、イエーイ。七光 VS メカゴジラじゃない、スーパーマリオ VS 七光クリアすることができました。ありがとうございました。結構やり直したから時間かかっちゃったわ。お待たせいたしました。今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしたいと思います。 The Twin Snakes クリア率 1.24%、 さっきのゴジラと同じくらいのクリア率ですね。ということは苦戦すると。オッケー、わかりました。かかってこい。何が来るのかって、まあ、サムネで出てたんだけど、
ブロックか、意外だな。ずっとスピンジャンプしながら進んでいくのかなと思ってたけど、そういうわけではない。あ、キノコ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 大好物で、危ない。今偶然だね、偶然。よいしょ、今のところいい感じ。その先は降りていって、待って待って、これってあいつの頭の上をスピンジャンプで行った方が良かったんじゃない？ここで戻ってくるよね。壁キックして耐える。下に降りる。次は、はい、え、待って待って待って、これは、はい、頭に乗ってなければダメか。ここで待機すればよかったんだね。オッケー。なんかちょっと変な気もするけど、まあいいか。ゴリゴリ大正義、ゴリゴリ大正義、これが今日の合言葉。ありがとう、ゆいちゃん、素敵な言葉を教えてくれて。中身ファイヤーとかになってないかな、キノコか。ぜひ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 、ファイヤーが欲しかった。プロペラでもよかった、プロペラがよかった。ここは壁キックだね。オッケーかな。その先は多分氷の方がどっかから来るんじゃないかなと思うけど、ここで耐えていれば普通の床の方が下に来た。来た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 、ダメージ食らっちゃった。次は次は、はい、どうすればいいのかな。こっちで壁キック。オッケー、足場完了。キノコ補充だよね。よし、ありがとう。時々キノコをもらえるのは本当にありがたいわ。一面トゲだらけになってるんで怖いけど、これはどっちかに乗っていくべきなのか、違うか。あ、やばいやばいやばい。あー、あの土管に入ればいいだけじゃないの。クッパクラウンとかに変に意識を取られてしまった。もう勢いつけて土管まで飛んでいっちゃっていいよね。ダメ。はい、ゴリゴリが大正義、お邪魔いたします。中間ポイントゲット。やっぱりゴリゴリが正しいよね。世の中はゴリゴリでできている。中身は確認しとくけど、多分キノコだよね。ここはキノコが消えてしまった。どうすればいいよ。どうやって越えていくの。ここ、ここはゴリゴリじゃいけなそうかな。まずキノコは必須。はい、こうか。あ、ここは下か。こうだよね、こういうことだよね。ここは真ん中を通れと。で、こっちは厳しい。やった、抜けてこられた、ゴール。いやー、難しかった。何回やられたんだ今のところで。軽く10回以上最後の中間からやられちゃいました。短いんだけど難しかったつい黙り込んでしまいました。ザ・ツインスネークス、見た目はまるでドラゴンでした。ありがとうございました。草花さん、いいコースを教えていただきありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。よろしければ皆さんぜひチャンネル登録してください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。